こんにちは、モノクリームです。今日はですね、ソニー機のですね、究極のズームレンズを求めてっていう話をしてみたいと思います。でですね、きっかけは今、Leica Q3 撮ってるんですけども、最近ちょっと Vlog 上げまくってまして、興味のない方に申し訳ないんですが、Q3 って、28mm なんで、クロップはできるんですけども、そうなると、拡大されるんで、ノイズも大きくなるし、あとは解像度も下がるというのがあるんですよね。で、SL2S の時ってズームレンズとか使ってたんで、動画には引き取り寄りでいろんなバリエーションが撮れたんですけど、Q3 ではやっぱりどうしても 90mm とか 70mm にクロップすると綺麗じゃないというのがあって、で、改めて2405を α1 につけてみました。で、これ妻に仮パクされてまして、ズームレンズ15選ということで自分が使ったことのあるレンズも含めて使用感ですとか、どれがいいかっていうのを比較してみたいと思います。で、基本的には重さ比較をしたくて、とりあえずサイズはでかくてもいいんですけど、重さって結構重要じゃないですか。で、軽い方がやっぱいいんで、取り回ししやすいし、持ち運びしやすくなると、持つ機会も増えるんで。というわけで、はい、ちょっと途中から音が変になってたと思うんですけれども、取り直します。で、というわけで、重さ比較ということでお届けしてみたいと思います。はい、というわけで、15選こちらになりまして、基本的にはソニーとシグマとタムロンですねのレンズです。で、僕タムロンのレンズほとんど買ったことないんですけど、シグマはある程度あると、でソニーはもちろん純正ということで、一番いいと思うんですけど、重さを並べてみました。現行のレンズですね。で、フルサイズとあと APS-C 用のレンズですね。 APS-C も結構良くてコンパクトになるし、で軽いっていう、ただ解像度がちょっと下がってで、ボケ目もちょっと変わってくると思うんですけども、ただ、それをフルサイズにつけると、動画の場合って特に APS-C クロップされてしまうフレームレートあるじゃないですか。例えば 4K の 120p とか 60p とか、カメラによって違うと思うんですけど、それが APS-C 用のレンズだと、そもそも APS-C なんで、クロップされないっていうのなんですよね。そういう良さもありつつ、なんで、フルサイズか APS-C、どっちでもいい。っていう感じで僕的には持っていて比較したいと思います。で、まずは1本目、一番軽いやつですね。 Number 1 Sony EPZ16-50mm f3.5-5.6 OSS2 で、これがソニーの APS-C 用のレンズですね。フルサイズ換算2475ですね。で、 f3.5 から 5.6 まで可変するっていうことで、で OSS がついてるんでレンズ内手ブレ補正がついてるということですよね。これめっちゃ軽いです。116g ってことなんで、ありかもしれないんですけども、107g か。正確に107でしたね。で、パンケーキレンズですね、これ。すごいな。ただ描写はどうかって感じですよね。これ、α7C 僕買った時についてたのかな？違うか。そういう勘違いかな。ただちょっと F3.5 から 5.6 のズームってちょっと描写力に欠けると思うんで、簡易的な Vlog だったらいいんですけども、ちょっとちゃんと画質にこだわりたいとなるとちょっと違うかなって気がしますね。はい、じゃあ次いきます。 Number 2 Sigma 18-50mm f2.8 DCDN。 で、次が来ましたね。これ結構本命なんですけど、1850F2.8DCDN ってことで、 APS-C 用のコンテンポラリーのシグマですね。で、これ僕 Leica SL2S で使ってました。 L マウントで、で、めちゃくちゃ良かったんですよね。軽いし、フルサイズ換算2775ってことで、これはいいっすよ。で、買いたいんですけど値上がりしたんですよね、ソニーもシグマも。で、多分1万円ぐらい値上がりしてて、悔しいのと、ライカで使ってたんで、もう一回これ α1 用に買うのもなっていうのはちょっとあって、いいんですけどね。これは大本命ですかね。2775ってことで。本当は 105mm まで欲しいですけど、F2.8 同士ってことで、これはいいですね。Number 3. Sony FE24-50mm f2.8G。はい、続きましては、結構新しめのレンズで、ソニーの 2450mm f2.8G ですね。これもですね、気になってます。 440g、 このシグマの1850が 290g で、もうここから 400g を超えてきますね。 440g ってことで、ただ
500g 以下ぐらいだったら結構軽いと思うんで、まあありですよね。2450と。ただ50だと、これ APS-C モードで使ったら75と。つまり2475F2.8 みたいな感じなんですけど、まあありっちゃありかな。G レンズってことで。これもありですよね。かっこいいし。描写力は、まあ G レンズだったら間違いないと思うんで、105までいらないって思っちゃえばいいっすね。動画でもいいっすね。これも選択肢としてありですね。Number 4. Sony Vario to Tessar T asterisk FE 24 to 70mm F 4ZA OSS。 で次はカルツアイスの 2470mm F4 ですね。でこれですね、こちらのレンズですね。 55mm F1.8 これサイズ、まあ2本目買ったんですけども、これめっちゃいいっす。いいんですが、この標準ズームはですね、まあこれも思ってたんですけど手放しまして、まあ F4 軽いんですけどね、 426g ですね。うん、軽くていいんですけど 2470F4 っていうのがね、まあ2470だったら F2.8 がもちろんいいしっていうのがあって、しかもこれ値上がりしたんで、一回持って出て放して値上がりしたのまた買うっていうのはちょっと自分的にうーんって感じでですね、まあいいんですけどちょっと違うかなと。今もういろんなレンズが2450とかあるんで、ちょっと違うかなって気がしてます。 Number 5 Sony EPZ18 to 105mm F4G OS。 はい、続きましてはソニーの 18105F4。これ APS-C ですね。はいはい。で、つまり27150とか F4 か。ただなんか、ちょっとあんまかっこよくないですよね。あと F4 っていうことで、ちょっと違うかなって気がします。で、427g ってことで、まあ軽いんですけど、まあちょっと違うかなって感じですね。Number 6.Sigma 28 to 70mm f/2.8 DGDN。 はい、続きましては Sigma の 2870F2.8DGDN コンテンポラリーです。これ僕持ってました。でフルサイズ用で、まあ 2405F4 を妻にまあ仮パクっていうかほぼあげたんで、僕はこれを買ってまあ軽いし使ってたんですけども、手放しちゃったんですよね。 470g。なんかまあ、2470F2.8GM2 が出たんで、まあ、そっち買えばいいやと思って手放したんですけど、結局、GM2 は高いっていうので、まだ買えてなくて、なんですけども、まあ、これ、2870。で、フルサイズ用なんで、APS-C クロップモード使えるんで、28105みたいなことですよね。感じで使えると、まあいいんですけどね。まあ本当は24まで欲しいなっていうのと、まあ一回持ってたんでっていうのと、あと値上がりしたんでもう一回買うのはちょっとないかなって感じですかね。 Number 7 Sony FE20 to 70mm F4G。 はい、続きましてはソニーのこれも新しいレンズですよね、2070の F4G ですね。でこれはいいですよね。で、フルサイズ用なんで、20-105 みたいな感じで使えると。ただ F4 ということですね。これが 488g ですね。まあまあ 500g 切ってるんで、まあまあ軽いっていうのと、まあ AFMF スイッチがついてる。で、フォーカスホールドボタンもついてるんで、使いやすいと。で、デザインもめちゃくちゃいいっていう感じですね。2070。どっちかというとちょっと動画よりですかね。20なんで。まあ、風景撮る方とかは20あるといいと思うんですけど。まあ、こういう感じで20ミリいいですよね。まあ、FX につけたりとか。20、70ね。
まあこれもありですね。2450、2070。ただ F4 か。F4 がな、ちょっと迷うところですね。Number 8. Sony E16-55mm F2.8. はい、続きましては、ソニーの 1655F2.8G です。これは APS-C ですね。うん、APS-C。で、ただ軽いと 494g ですね。で、フルサイズ換算2480ぐらいなのかな。うん。ちょっと APS-C 用のレンズってそんなかっこよくないですよね。マジ F2.8 か。まあ、ありっちゃありですけどね。これ55だから27足したらそうですよね、 82mm とかですよね。あ、ただ APS-C 用のレンズなんで、まあ、F2.8 というよりも F3.2 とか F3.3 とかぐらいになると思うんですけど、まあまあかなって感じですかね。 Number 9 Tamron 17-70mm F2.8 Di3 to a VCR XT。で、ここでやっときました。タムロン。ちょっとなんかタムロンも選択肢に入ってきて、なんか、だんだん良くなってますよね。で、これが 1770F2.8。で、APS-C のはずなんで、これサイズ換算24105の、まあ、F3.2 ぐらいって感じですかね。24105いいですよね。ただちょっとやっぱ重いんですよね。シグマもタムロンもやっぱり純正にかなわないっていうか、525なんで、500g。 まあでも許容範囲ではあるんですけど、もうズームレンズで、うん、これっていうのはありなんですけども。あとですね、これ僕デザイナーっていうこともあって、これタクラムさんっていうデザイン会社がデザインしたんですよね、確か。で、デザイン結構良くなってるんで気になるんですけど、手ブレ補正もついてるな、これ VC 搭載。あ、これは結構いいかもしれないですね。タムロンのレンズほとんど一回も持ったことないかもしれなくて気になりますね、これ。 Number 10 Tamron 28-75mm F2.8 Day3 VXD G2。 で、次がですね、タムロンの 2875F2.8 のこれフルサイズですね。で、重さが 540g ということで、これもギリギリ許容範囲かなと。2875いいですよね。で、フルサイズ用なんで 105mm ちょいまでいけると。これもありですね。ただまあ、オートフォーカスのスピードとかって、まあ、純正にかなうわけないはずなんで、使ってみないとわかんないですけども、まあ、どうかなっていうのはありますかね。はい。Number 11. Sony FE24-105mm F4G OSS。で、ここに来ましたね。2405の F4G OSS。手ブレ補正付きの2405ですね。これが 663g。600g、ちょっと後半になってくるんですよね。まあ、軽くはないです。まあ言ったら重いですね。重いし、ちょっとした散歩とか、なんか気軽に撮りたいってなると、まあできればもうちょい軽い方がよくて、うん。ですかね。まあただ、AFMF 切り替えと、OSS ですね。OSS がパッパ切り替えられるんで、これはいいんですけど、フォーカスホールドボタンもあるし、まあ、これ一応妻が持ってるんで、まあ、2本目は買わないと思うんですけども、まあ、何でも撮りますね、2405は。Number 12. Sony FE24-70mm F2.8GM2。で、ここにですね、本命の2本目ですね。2470F2.8GM2 ですね。これは本当は欲しいんですけど、高いんですよね。25ぐらいしますよね。で、まあ、軽くはないと。695ということで、2470GM2、うん、これがあれば一応完璧なんですけども、 FX3 につけてますね。これは最強ですよね。うん、まあ、これは最強ですね。これいいんですけども、高いな、レンズで25になるとねって感じですね。はい。 Number 13 Sigma 24-70mm F2.8DGDN2。 次が Sigma 2470F2.8 です。アートレンズ。これ確か持ってましたね。L マウントで、SL2S でも使ってました。うん。で、やっぱね、軽くないんですよね。これですね、745g、735g。まあ、700g 超えてくるということで、まあ、
ソニーよりも安いんですけども、まあちょっと重くなるし、うーんって感じですかね。はい。 Number 14 Sigma 28-45mm f1.8DGDN。 で次がこれ新しいレンズで結構意欲的なレンズですよね。 2845の f1.8 ですね。で DGDN なんでフルサイズ用で、しかもアートということで、2845の f1.8 ってすごいですよね。ただ重いと、 950g、 950は重いっすね。まあ動画とかで f1.8 の明るさが欲しければいいですけど、ちょっとなって感じですかね。 Number 15 Sigma 28-105mm f2.8DGDN。 最後が Sigma の 28105-f2.8DGDN アートです。でこれはスペックはいいんですけども、まあ重いと、 990g、1キロぐらいあるんで、レンズで1キロになるとちょっとね。で28105はまあいいですけども、まあどうかなって感じですかね。はい。というわけでざっとちょっと振り返ると、これちょっとないかな。これありですね。18050めちゃくちゃ軽いっていう、これは 290g なんで、これはいいっすよ。でライカ SL2S でもめちゃくちゃいい描写したし、写真でも動画でもいいんで、これありなんですよね。ちょっと値上がりが気になりますけど、でソニー2450、これもいいですよね。これも結構欲しいかなって感じですかね。 440g ってことで軽いですし、でこれまあ持ってたっていうのもあるし、まあ、値上がりしてるし、これよりはこっちですかね、やっぱり。今だったら2450ですけど、まあ、f2.8、これ買ってもいいですね。確か10万ちょっとぐらい。基本 GM2 が25万とかして、それ以外ソニー機の G レンズとかシグマもタムロもだいたい10万ちょい、まあ15万とか切るか切らないかぐらいですよね。だいたいこれありですね。でこれはちょっとないのと、これまあ持ってたってのもあるし、これないのと、20使わないかな僕。24あればいいんで、F4、まあで 488g、 まあ 500g 切ってるんですけども、ちょっとって感じですかね。でこれもちょっとないかなって感じですかね。でタムロンちょっと迷うんですよね。24105、これもしかしてインナーズームなのかな。インナーズームだったらありですね。あ、インナーズームではないですね。そっか、2875、これもいいけど、まああとは金額とのバランスですかね。最短撮影すごいな。商品画像もうちょい欲しいですよね。あれ、ちょっとインナーズームかどうかよくわかんないっていう、まあ違うんでしょうね。違うみたいですね。はい。でこれはまあ妻が持ってるんで、まあまあいいレンズは、ま、には間違いないと。これは大本命なんですけど高いっていう、高いしちょっと重いですね。 695g、 500g 切ってほしいんですよね。なんか日常使いとか取り回しのしやすさとかですかね。でこの辺からはないかなっていう、もう僕的にですけど、僕の用途的に。なんでどれを買いたいかってなると、1850シグマか2450かですかね。この辺かな。いや価格調べましょうか。シグマの1850はまあ7万弱と、これね5万円ぐらいやったんですよね、数年前で。2450が14万、高っ。14か、10万ぐらいじゃないんだな。まあ結構しますね。2450か。まあ2475で使える F2.8。で、描写も妥協してないと。いうのはいいんですけどね。で、2775F2.8。まあ F3.2 ぐらいかな。これはね、いいんですよね。これめっちゃいい。満足度もね、4.86 なんで。
で、価格推移グラフ見てみましょうか。うわぁ、あれ下がってんの ?6、あ、まあ6万切ってたぐらいか。あ、違うわ。やっぱ5万円ぐらいの時ありましたよね。今が1万円以上上がってると。悔しいですね。で、こっちは出て2年も経ってないのかな。あ、出た時は16万ぐらいで、今が、あ、下がってんだ。あ、やっぱ下がりますね、これは。今14ぐらいだから、まあ、買い時ではあるか。っていう感じですね。14。でも14台し欲しいかな。2450g。うん、まあありかもしれないですけどね。タムロンどっちか、これどっちかな、どっちかというとこっちかな。おお、タムロンやっぱコスパすごいですね。まあ、APS-C 用の1770、8万か。2405で、これが 525g か。まあ、50mmF1.MGM と同じぐらいですね、多分。まあ、ありですね。まあ、だいたい8万ぐらいか、ずっと。まあ、多少前後して、上下してますけど、こっちも一応調べましょうか。これも、まあ、9万弱ってことですね。評価は、まあ、結構いいですね、やっぱね。一応価格推移見てみると、まあ大体、全然変わんないですね、これは。まあ大体、4万キロぐらい。2875か。で、大本命の 2470F2.8GM2。まあ25を超えてくんのか。中古でも全然安くないですしね。まあ評価、まあこんなもんか。まあ大体同じぐらいかな。大体まあ25か24ぐらいですね。15か、高いな。はい。というわけで、ちょっといろいろ見てきたんですけども、まあ、シグマの1850F2.8、あと、ソニーの2450F2.8、タムロンの 1770F2.8、タムロンの 2875F2.8、この辺が良さそうですよね。まあ、ソニーの2450がいいですけど、ちょっと高いんで、14万かけたいかってなると、ちょっとね、10万切るぐらいでちょっといい感じの、ズームレンズ欲しかったりするんで、シグマかタムロンかなって気はしてます。はい。というわけで、ちょっとまあもうちょっと検討してみたいと思います。はい。で、まあ、おすすめのズームレンズあったら教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録といいねもお待ちしてます。それでは、お疲れ様でした。